You're listening to Shibuya Cross FM.18時を回りました。まどかとひかるの姉妹でチャティータイム始まりました。こんばんは、皆さんありがとうございますいや涼しいね。いや涼しいですよ、ね、ちょっとね、よかったね、ちょっと 秋らしく、いや嬉しい、やっと秋らしくなって、やっとポム族がね住みやすい環境になりまして、過ごしやすい、そうね、日々になりましたけれども、はい、日々じゃないね、気温ね、気温で、はい、気温になりましたけれどもはい、はい、じゃあね、もうでもやっぱ日がだいぶ落ちてきて、そうね、ね、なんか暗いよね、暗い、ちゃんと夜、ちゃんと夜になってきた。そう、先々週ぐらいは明るかったよね、うん、そう、めっちゃ、確かに、確かに、確かに、早くない？やっと、そう、夜長、夜長、夜長、夜の感じになりましたね、夜がね、確かに、確かに、はい、ね、そうですね、はいはいはい、そう、もう秋ですけれども、秋ですね、ね、なんか最近、まあ、秋だからじゃないけど、うんうんうん、ちょっとサングリアをね、はい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 、うちで今作ってて、うん、ハマってて、がっつりあれ、なんかあのコロナ期間になって飲みに行かなくなったじゃない、うんうんうん、全く、あ、そうね、で、一切行かないのね、そうするとお酒が弱くなったのか、はいはいはい、サングリア本当これぐらい、うん、ちびっと飲むだけで、うん、すっすごい眠いの。いや、わかる。でさ、作ってもくれたじゃん、うんうん、あの、ワイン嫌いなのね、うん、嫌いなんだけど、うん、すっごい飲めるのよ。あれはね、もうあのジュースみたいよね。そう、ぶどうジュースに実はアルコール入ってるぐらいな。めっちゃ美味しい。そう、美味しい。フルーツいっぱいね、果物たくさん、桃と、オレンジ、オレンジ、あとパイナップルとか入れて、で、ちょっとあの缶詰でやると、缶詰のシロップ入れるとね、だいぶね、甘みが出るから、あ、美味しいね。それでやっておりますよ。いや、美味しい、美味しいよね。いいですね、美味しい。たまにね、こう、うん、次の日、なんていうの、早くない時とかはね、あ、そうね、ちょっと、ね、飲んでまったり飲めるよね。いいね、はい、良きです、はい、良きです。そしてちょっと私最近少し乱したのが、はい、あの先々週ぐらいから、うん、三河健一さんがブログを始めたらしくて、おー、そうなの、はいはいはい、三河さんが、ちょっと見てみたら、はい、全部三河健一さん語なのね、なんとかよって全部入っててすごい面白くて、なんか言ってめっちゃ笑ってたよね、だってね。そう、で、なんか見て、どこ見てんのよっていうタイトルで、うん、あの、何かなと思って見てみたら、どっかのブランドのショップのガラス張り、うんうんうん、多分2階、3階か4階ぐらいだと思うんだけど、上からポチッとなんか映ってる人がいるから、うんうん、何かなと思ったら三河さんがこうガラス張りにこっち見てるっていう写真そんな遠く多分ここからのあのビルとかぐらいだよね。そうそうそう、あ、そう、あの向かいのビルぐらいからこっちをじっと見てる三河さんがいるっていう写真とかで見てるわよ。そう、すごい面白い三河健一さんのブログ、ちょっとね、楽しいですよ。それはアメブロですか？アメブロ、あ、アメブロね、アメブロ、そうなの。いや、面白いな、ちょっとね、癖になる感じ。ちょっと帰ったら見てみよう。で、ちゃんと自撮りとかも載せてらっしゃるから、そう、素敵ですよ。レアだね、レア、あの三河健一さんがでしょ。でも意外と八代亜紀さんとかも、うん、あのブログをやってることにちょっとびっくりして。マジで？そうなの、いい、ね、意外と面白い。そう、なんかね、なんかそれぐらいのこう大御所の人たちがそうそうそうちょっとふざけてたりとかそうもう何とも言えないね。そうそうそう、面白いね。あの、すごい大スターたちのブログってなんかやっぱ面白いなと思ってわかるよ、なんかあれだけすごい方々がふざけたり、うん、ちょっと変なこと書いてある、そうあ、そんなこと言うんだみたいなね。なんか、何々美味しかったわよって全部何々よって書いてあるなんか安心する。そうなんでだろうね、何とも言えないね、うん、そう、楽しいよね。いいね、ぜひね、皆さんも三河健一さんのブログご覧になってみてください。ください、もうヒカルは今ね、あ、もうあの真っただ中、はい、ザ・W の練習2回戦、ね、まだ2回戦なんですけど、はい、うん、今練習をして
また今月末頃ね、ね、後半に2回戦あって、それが突破できたら今度は新宿ルミネのね、あの吉本さんの劇場でやらせていただけるんですけど、まず2回戦をね、2回戦はここの上だからね。そうなんですよ、ここの上のシダックスホールで、今ね、あのシダックスホール M1 とかそうやってますからね。ここなんだよね。そう、それがちょっとねびっくりして、そうでもなんかちょっと、うん、なんかほらチャティータイムとか始まってから、うんうんうん、ここ来るようになって、うんうん、ここでここが会場って聞くとちょっと安心するんだよね。ちょっとホッとするよね、毎週来てるとこだしね。そう、なんかそれがちょっとホッとしてます、うん、頑張ります、ね、頑張ります、頑張ってください、はい、ね、結構ちょっといけるように。そうなんですよ、この体型ですっごいピツパツのセーラー服みたいなのを着て、いろいろね、いろいろ起こす、巻き起こす感じよね。昨日稽古で撮った後ろ姿が、うんうん、太ってるせいで、あのお腹のスカートのとこもムニってなるんですよ、うん、後ろ姿芋虫見なくなってたムニムニムニってなってるでしょ。そうそう、これはち切れないかなと思って、もうそのはち切れそうな感じでちょっと笑ってもらえたら ね、はい、ね、皆さんね、いいよね、笑っていただけたらなと。ちょっとあの決勝戦いけるように頑張ります、はい、皆さん応援してください、はい、よろしくお願いします。ではでは本日の、1曲目聞いてください、ご覧ください。まどかでアンブラスモア、どうぞ。はい、まどかでアンブラスモア聞いていただきました。ありがとうございます。まだ乗ってるのね。まだ乗ってるの、ずっとね、曲違うのにもう
はい、ではではここでちょっとね、はい、映画トークコーナーに参りたいと思います。はい、今週は、はい、今週の映画は何に、はい、今週はね、ちょっとね、いろんなの今まで見てきたんですけど、はいはい、今回は、うん、実際にこの映画のね、脚本を書かれた方が自分のリアルな体験、うん、自伝を映画にしたものなんですけど、はいはいはい、多分ね、知ってる人は知ってると思うんだけど、 5% の奇跡、うん、嘘から始まる素敵な人生というね、映画なんですけど、ね、ね、いい映画、いや、めちゃくちゃいい映画でしたよ。これね、物語が、うん、実は先天性の病気で、うん、目の病気で、うんうんうん、目が大学生ぐらいから突然 ね、こう霞み始めて、ね、人の、例えばまあ人が 100%、うん、まあ、99% 見えるとしたら、うん、人の 5% しか視界が見えなくなってしまう病気になってしまった男性のお話なんですけど、うん、それがね、重すぎずちょっとコメディータッチに描かれてて、なんかね、なんかそのさ、最初のシーンで 5% も、はーい、はーい、はーい、ありがとうございます。5% しか見えないってなって、うん、うわ、しかももともと見えてたのが見えなくなっちゃうから、うん、そう、見えなくなって、だから授業とかでもやっぱ文字がね、黒板の文字すら見えない、見えない、で、人の顔も例えば、ね、この向かい側の距離でいても、うん、影でしか見えないんですよね。本当に見えないよね。そんな、そういうね、こう病気になっちゃった方なんだけど、うん、ある有名なホテルのホテルマンになるのが夢で、うん、で、もうね、いろいろとこう練習をして、ね、見えるかのような修行をして、うん、いや、すごいよ、あれ、すごい、で、練習をして見えるかのように振る舞う、うん、で、実際ホテルマンになっていくっていうね、お話なんですけど、いや、めちゃくちゃかっこいいよね。面白かった、素敵。研修中に、うん、仲良くなる、あと、そうな、うんうん、仲良くなるね、うん、ちょっとなんか破天荒そうなね、うんうん、お坊ちゃま ね、いるけど、そうそうそう、親友になる子ね。でも実際めちゃくちゃいいやつっていう、そうそうそう、なんか周りの人のなんだろう、温かい感じの、うん、ね、みんなのその手助けというか、うん、で、結構厳しくて嫌な人なのかなって思う人でも、うん、実際ちゃんと仕事のために厳しくしてくれてたとか、うん、なんかその人の温かさとか厳しさ、うん、その優しさがゆえの厳しさとか、うん、そういうのがね、なんか人生観がこう分かるお話というか、そう、すごいね、いい物語だった。なんかこう、どんな状況下でも夢は諦めちゃいけないよっていうのがね、うん、そう、だって普通ね、うん、急に目が見えなくなっちゃってってなったら、多分自分だったら諦めるかもしれないなって、うん、そうだね、急に例えばさ、思うよね、なんかね、そういう声優とかこうしたいって思っても、うんうんうん、声が一生出なくなりましたとか、うん、声がもうなんかウィスパーボイスでしか出せないってなったら、うん、多分自分だったらどうするんだろうなってちょっと考えさせられて、ね、考えるよね、すごくね、そう、そう、自分にこう置き換えて考えられるし、うん、で、起きないとは言えないことじゃない、いや、結構ね、そう、何でそうなっちゃうかわからないから、うん、なんかね、こう例えばもし自分がそういうことになってしまったとしても、うん、なんだろう、自分はこういうふうにしようかなって考えれるというか、うん、そうそうそう、そう、なんかそれを考えてたせいか、うん、見終わってで、なんかちゃんとそのシーンでやっぱ目が見えなくなっちゃうんで、うんうん、周りの音とかが主人公の方が、うんうん、音とかもすごい聞こえるように、ね、敏感になるんだよね、そう、敏感になってしまうんですけど、こんばんは、こんばんは、はい、はい、うん、なんかそれを見てたせいか、うん、自分も感化されて感化されすぎだけどね、映画見終わったんですよ、うん、ベッドの上に寝っ転がりながら見てて、うん、その後に急に見終わった後、なんか視界がぼやけてる気がして、うんで、なんか急に完全に違うけどね、で、ベッドから起き上がっても、うん、なんか自分が目が見えなくなったかのような行動しちゃっててバッグ取り出す音もすごい敏感に聞こえちゃって、うん、なんかすごい、うん、なんか体験した気分でしたよ、勝手にね、勝手に 4DX 体験した、したみたいなね、映画ねちょっと最近、うん、細胞もアホになってきてるんですよね、多分ね、多分すごく素直になってるんだろうね、分かりやすくね、そこまで、いや、気持ちはね、うん、あれだけど、うん、そこまで本当に、あ、見えない気がするみたいにならないからね普通22の人ならないでしょ、ならないからね、もう、まあ、でもね、なんかその
そういう風になれる人の方がその演技だったりとかは入り込みやすいかもね。もしかしたらね、コントも今ね、うん、勉強してるコントも演技じゃない、うん、完全あのちっちゃなミニお芝居なわけじゃん、うん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 、なんかそういう人の方が入り込みやすくていいんだろうねそうだから多分芸人さんたち皆さん演技上手なのってあなんかそういう部分がすごい素直なんだと思う。確かにあの感受性がすごい強いから、うん、多分ポッとできるんだと思うんだよね。あ 見ただけでね。だから皆さんコントやってる方って普通にドラマとか出てもすごい演技すごいじゃない、うん、皆さん。だってほらあの私まだ全部見れてないんですけど半沢直樹の小島さんとかね。そうそうそういやでも違和感あんまないんだよね。でも小島だよって言ってほしくなるんだけど全然いつか言ってくれないから。全然あの意味ない。完全にね、全然そこじゃないよっていうところでちょっと言ってほしいけど、うん、なんか多分、まあね、あ渡辺さんとかで小島だよって そういうシーン入れてほしいよね大好きあの感じ。なんであんな面白いんだろうね。そうそうそういいよね、うん、顔立ちもなんかねいいよね。あの小島だよって言ってる顔をもうしてるからね。そうそう黙ってても、そうそうやっぱねそういうの大事だよね。その見た目とか顔で言ってる感じ、うん、そうだからねちょっとヒカルも頑張ってもらってはい、はい、じゃあねあの今週のおすすめの映画は 5% の奇跡、はい、嘘から始まる素敵な人生。ちょっとね話それちゃったけど、はいはい、とってもね素敵な映画なので、はい、皆さん知らない方はぜひ見てみてください。見てください。では、本日の2曲目聴いていただきたいと思います、はい。デビューアルバムから I Can't Stop Loving You 聴いてください。ご覧ください。どうぞ。I can't stop, don't wanna stop.
はい、まどかで I can't stop loving you 聞いていただきました。ありがとうございます。拍手が出た、はいはい、ではではここで、はい、今週の皆さんね、見ていただいている皆さんの、運勢を占うタロット占いコーナーに参りたいと思います。週間になりますでしょうか。はい、はい、はい、ではではでは、今週は今週は今週の皆さんの運 勢見ていただいている皆さんの運勢、はい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 、結構ねなんか周りの人が、うん、あのタロット私がね、こう友達とか見てあげてた人が、はいはいはい、ちょっと見てって言ってね、趣味でやってるぐらいですけど、うんうんうん、その人たちがね、結構みんなね、タロットあの気に入ってやり始めたりとかする子が多くて、ちょっと嬉しいです。いいね。そうだからお茶とか行くときにお互いタロット持ってきて占い合うみたいだね、うんうん、はい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 、そうそうはい、じゃあ今週の皆さんの運勢はどうでございましょう。はい、ででん、ダダン、あれまた逆位置か、なんか逆位置多いね、はい、そんなに。そう、これはですね、はい、フォーチューン、ウィル・オブ・フォーチューンっていう運命の輪のカードの逆位置でございます。ほうほうほう、正位置だとね、こうなんだけど、ほうほうほう、そう、これの逆位置が出ております。ほう、はい、あ、ちょっとこうかな、こうかな、はい、はい、まあでもね、今の時期だと確かになんか新しいこと始めるとか、うん、そういうのでもちょっとね、あのまだ時期尚早というか、うん、あのそういう意味が、ね、あるんですけど、あと準備はしてていいけどまだちょっと早いよみたいな意味もあったりして、まあ、確かにこの状況だとそりゃそうだよなっていうのもあったりするんですけど、まあね、うん、じゃあ見ていきますよ。はい、まい、うん、まい、はい、じゃあね、運命の輪のカード出ました。はい、はい、じゃあね、あ、恋だとね、ちょっとね、あのタイミングが合わなかったりするかもしれない。そのこれがね、タイミング、運命の輪って、はいはいはい、運命の歯車ってずっと動いてるわけじゃない、うんうんうん、だからジャストナウのこう今っていう時間も、うんうんうん、今がチャンスっていう時間もすぐ動いちゃうっていう意味もあるのね。だからこれが正位置で出るともう今ですよって意味もあるんだけど、それが逆の位置だからタイミングがまだ今じゃないよっていう意味もあったりとか、あとはちょっとタイミングがずれやすい、ほう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 、相手とのね、そうタイミングがちょっと間が悪かったりとかするので、そこをね、気をつけつつ、うん、気をつけつつだね、気をつけつつってなんだろうね、気をつけつつ、そう、気をつけつつですねそう、あとはね、うん、そう、間違うと好機を逃しちゃったりするの、あらら、そう、いい機会を逃しちゃったりするから、それを手放さないように、はいはいはい、すごいあの目を張り巡らせた方がいいかもしれない、はいはいはい、まあ、意識をね、そうそうそう、なるほどなるほど、そう、その方がいいかもしれないです、うん、あとは自然に疎遠になる人とかもいるから、うん、そういう人はなんか逆に無理やり追わずにこう自然の流れに任せた方がいいとか、はい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 、あとは、ね、あの疲れちゃってる人はね、頑張りすぎない方がいいそうです。なるほど、なんか無理に頑張りすぎると空回りになっちゃったりとかするので、こう自分の自然体で、そう、行くのがいい1週間かもしれません。なるほど、はい、そんな感じでよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。はい、じゃあここでメッセージ紹介まずしていきたいと思います。はい、メッセージもいただいてますので、じゃあヒカルの方からメッセージ紹介お願いします。はい、今回のお題は、はい、好きなジブリの作品はでしたね。はい、そうです、はい、メッセージのお題ね。はい、で、はい、はい、ヒデさんからメッセージをいただいております。はい、はい、おります。はい、お題、はい、お題の好きなジブリの作品はですが、うん、僕の場合、ベタな名シーンが好きです。うん、一つは、うん、風の谷のナウシカの金色の野に乗ったナウシカ、うんうん、いいですね、いいですね。そして二つ目は、うん、天空の城ラピュタのバルスの後、うんうん、あ、大好きあの大木に守られている二人、 あったね、ね、あったあった。ちょうどこの間ね、あの最近あのジブリの DVD を、うん、やっぱお家にいる時間が長いからちょっとずつ買ってて、うん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 、そう、あのラピュタと、この間それも天空の城ラピュタ、うんうんうん、ナウシカも見たんだけど久しぶりに、うん、そう、いいね、いいですね、名シーン。
いいですか、はいはい、ジブリ作品の優しさがあふれる名シーンがあるもの、はい、あるものも魅力ですよねって、うんうんうん、確かにそのジブリらしい、そうだね、なんかっていう感じ確かにある。あのこう戦いとかいろいろこうあっても、うん、最後にそのなんだろう、優しい風が吹くシーンとか絶対あるじゃない、うん、なんかあの全てが終わって、特にナウシカそうだよね、そうそうそう、こうクリーンになってる世界、そうそう、もののけ姫とかもそうだけどね、確かにね、そう、あの一回すべてが森が枯れ果ててから、うんうん、またけんタンタンタン、そう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 、タンタンタンってこう話されてね、あのアシタカとさんがこうやって寝てるやつ ね、 ね、寝そべっててね、遠くからおいアシタカさんみたいな、あのさ村の人たちが平和な感じのね、そうそう、船に乗ってね、そう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 、兄貴みたいな人ね、そう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 、旦那だっけ、旦那だっけ、旦那だ、旦那だ、旦那旦那っていう人ね、腕折っちゃった人、そうそうそう、助けられた人ね、ナウシカにね、あの 川辺海辺で倒れてて、そうそうそう、川でね、そうそう、運んでもらった人ね、そうそうそう、ヤックルと共にね、そうそうそう、私はね、あのもののけ姫、あ、ヒカルは何が好き？一番、でも私もののけも好きなんですけど、あとあの魔女の宅急便も好きで、いいね、いいね、そうなんですよ、あと魔女宅、あのジブリって全部 BGM に歌詞が入ってるんですよ、それの魔女宅 に流れる、ほんと数秒しか流れない、あのジジが男の子のお家にぬいぐるみとして行くシーンを、ね、間違ってね、ぬいぐるみが落ちちゃって、キキがね、あの宅急便してる時にあのぬいぐるみを落としちゃったから、 その代わりにジジが一瞬いるんだよ ね、 そう、ぬいぐるみになって、ね、そ、 でその時に男の子が遊んでる部屋でかかってるテレビの曲の歌がすごい可愛くて、うんうん、なんか個人的にトンボとキキが、うん、なんかちょっとなんか恋愛チックな、なんか光ったり光りはなかったり、ね、そう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 、でもなんかキキはいいもんってなっちゃったり、うん、ちょっとふてくされちゃうのがね、そう、でなんかそのね、なんか歌詞がその2人っぽいなっていう勝手に、うんうん、勝手な解釈ですが、どんな歌詞なの？ね、なんか君のこと君のこと好きなのに、なんだっけ、君のこと君好きなのにすれ違う街のカードプイッと横向く、でもそれキキだよね、もう完全キキじゃん、トンボがさいつもさ、うん、魔女子さんって言ったらさ、そう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 って言ってもプイッてなっちゃうやつね、そう、そうそうそう、でもなんか2人の声はなかなか結ばれない、神様意地悪みたいな、うんうん、そう、すごい可愛い、神様のいたずらみたいなね、そう、好きなのにっていう曲なんですよ、うんうん、好きなのにびっくりマークかな、あ、ちょっと聞いてみてください、 DVD 見てみよう、しっかり、うん、そういうのなんかかかってるよね、そう、確かにね、で YouTube にも確か載ってたと思うな、うーん、すごい可愛い曲なんですよ、うんうんうん、で私は ね、 いいね、そこジブリのおすすめどころです、そう、魔女の宅急便のね、あのスカート の、うんうん、あのふわっていうあれは、あの駅で、うんうんうん、こうね、あのじっと女性のスカートのなびくのを見てて、ずっとそれを見てて、あ、なんかいいなこれと思って魔女の宅急便ができたらしいですよ、あ、宮崎監督がですか、そうそうそうもうスカートのこうたなびくスカートをずっと見てたんだって女の人の足元、早尾さん、早尾さんね、ちょっと変態ですけど、うん、まあ、いい意味でね、いい意味でね、素晴らしいことなんですよ、芸術、そう、それでそうらしいですよ、へ、だからあのもうスカートが結構さ、うんうん、こう舞うシーンが多いじゃない、うんうん、あのキキのね、わかるわかる、ふわーってね、そうそうそう、あの、はい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 、飛ぶ時とか、あとちょっと魔女のねパワーをなくしちゃって、うん、あのデッキブラシおじちゃんに借りて、うん、飛ぶ時とかもそうじゃない、うんうんうん、そう、だからそういうのをそこからインスピレーションを受けたらしいですよ、へ、ね、面白いよね、そういうのね、面白いね、そう、姉さんは何ですか、好きな、私ね、ハウル、ハウ、まあ、大体イケメンが出てるやつが好きなんだけど、好きだね、ハウル、うん、もののけ、うん、耳をすませば、はい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 、まあ、魔女宅も好きなんだけど、はい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 、そう、まあ、でも一番ハウルかな、あの世界観、ハウルイケメンだもんね、そう、あと世界観と、うん、あのちょっと美形な感じの雰囲気がやっぱ好きですね、そう、あとあの街並みがすごい好きで、あー、かわいい、そう、あの、あれがね、フランスのどっかすごいちっちゃな街をイメージして題材にした街があるらしくて、うんうんうん、それをネットでも見つけたんだけど、それはあのいずれ行きたい街の一つ、
名前ちょっと忘れちゃったけど。結構まんまだった？結構まんま。ちょっとね、街並みがあのレンガでカラフルなの。わあ、かわいい。すごいかわいい。そこで帽子屋さんとかあったらいいね。ね、いいよね。ソフィーのね。そうそうそう。あってほしい。家族でやってるね。そう。でも、もののけ姫がね、好きなのはね、うん、あの物語ももちろんね、うんうんうん、好きなんだけど、あの小学校の時に、美容院に行って、うん、美容室ね。で、あの、もうさ小学生だし緊張するじゃない、うん、多分久しぶりに髪切る時かなんかだったんだけど、はい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 、でこう髪洗ってもらってバスタオルをしてるでしょ、うんうんうん、そしたらあのちょっとじゃあちょっと待っててくださいねって言うじゃない、うんうん、お姉さんに連れてこられて、うん、そのお姉さんが去り際に鏡見て私に言うんじゃなくてね、うん、鏡見て明日か似てるって言っていなくなっちゃったのでそれがあのほら女の子だから、うん明日か好きなんだけど喜ぶのかなんだこれはと思ってね、まあ、すごいでも全然も明日かなと、ね、考えたら嬉しいんだけど明日かかっこいいし そ, うだからそこでさあのかまじいとかさあのおいおいとかさそうあのね千と千尋のねあのおいおいってそうそうあのだるま三匹のあれみたいのかだったら嫌だけどちょっと嫌だけどね嫌、うん、ですけどね顔なし似てるとかよりもねはい、こんばんは全然いいよね、ね明日かだったら明日かだから嬉しいけど、やっぱ子供の時だと明日か明日かに似てていいんだろうか男の子みたいなでもかっこいいし私明日か、なえってなっちゃってそう、嬉しいんだかなん複雑な複雑なそう、はい、そんな思い出がありますはい、はい、じゃあもう一個メッセージ紹介しようかなはい、はい、今回はですね、あの、はい、お絵かきコーナーへのお題をいただきました、はいあ読ませていただきます初めてお便りします、はい、と言ってくれました、はい、まどかさんひかるさんこんばんはこんばんはイモゴンですって、はい、イモゴンさんありがとうございます見てくれてるかなありがとうございます、はいジブリからの猫バスをお願いしたいなって、はい、いいですね猫バス猫バス超難しそう猫バス難しいけど絶対私素晴らしくひどいものを描ける気がしますそして毎日、はい、温度差が激しいですが、はい、体調に気をつけてくださいね、はい、ありがとうございますイモゴンさんイモゴンさんありがとうございますじゃあ猫バス行きましょうかね猫バス猫バス結構猫バス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 何回言うんだってぐらい猫バス猫バス結構難しいよね猫バス猫バス、これですねはい、ちょっと待ってよ猫バスおえちょっとむず 見ながら書いてもいいですか今回見ながら行きましょうかちょっと見ながら書きしましょうかちょっと見ながらでもいいですねちょっと結構ね難易度が高いなんか白いもん出てきちゃってるねそのなんちゃらちょっとじゃあはいじゃあ猫バス行きます今回私横で書きますああ猫バスえ、すごい難しい私も横で書いてみようか やめとこ絶対いろいろと無理絶対さ、猫バスとかクソむずない猫バスえ、もうこっからわからないよ私ね、個人的にあの、はい、トトロで好きなシーンがありまして、うん、トトロもいいねなんかみんなやっぱおばあちゃんのシーンだったのカンタって言うんですけど、うんうん、あの真っ黒クロスケの話を、うんサツキとメイがするんですよ、うん、そしたらああこりゃすすあたりだねみたいなあ言うね言うね言うセリフがあって、うん、でそこのおばあちゃんのその後のすごいなんかセリフの言い方がちっちゃい頃から好きで、まあ、その、うん、真っ黒クロスケが今頃天井の裏で引っ越しの相談でもしてんじゃねえのかなっていうしてんじゃねえのかなってやつね今頃天井の裏で引っ越しの相談でもしてんじゃねえのかなってすげえ上がってるじゃんいいよねあの喋り方なんとも言えないすごいあの喋り方好きで、うん、あのジブリのさこう世界の中のおばあちゃんたちって結構そういうなんだろう妖精とかうん、アリエッティでもそうだけど妖精とかそういう小人とか、うんうんうん、そういう非現実的なものをちゃんと信じてくれるおばあちゃんたちが多いからなんか嬉しいよねそうかもなんかねちゃんとあの夢がある人が多いよねやっぱね夢があるわそうあ確かにそうだわおばあちゃんたちってそうなのあとおじいちゃんも耳をすませばのおじいちゃんも、うんうんうん、あのバロンのね物語を教えてくれるおじいちゃんもそうだし、はいはいはいなんかね素敵な老人がいい人たちねそうそうそう素敵なご老人が多いよね確かになんか普通
大人ってなんかそんなことをそうそうそうなんかないないみたいな、ね、いう感じがねあるけどイメージがあるけどなんだこの口はなんだこの口は確かにそうジブリってそうかもしれないそうなんだよねあとなんかいつも思うんだけど、うん、あのそういうご老人とかでも、うんうん、なんかすごい現実的でキリキリしたおばさまと穏やかでなんかこう優しく年を重ねたおばさまの差をすごい出すから宮崎駿さんはなんかそういうのも言いたいのかなっていうそういうねそういう大人になるなよみたいな、うん、はい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 そういや猫バス むずいな結構時間かかってしまってますが、ね、なんかそうすごい難しいお許しをお許しをちょっと手がどうやって書けばいいんだこれ手結構猫バス急に手が描けないっていうか今週急にめっちゃなんか絵のさ、ね、あれがすごい難しいなんかレベルがクソ上がってない何これ、うん、これすごい難しいちょっとめっちゃ時間かかっちゃってるけどすっごい私も時間かかっちゃってます皆さんこのちょっとねちょっと急いだ方がいいね時間がねちょっとねお時間がそう、まあ、曲は今日は1個は飛ばしますそうですね、はい、飛ばしてにも今日は一個飛ばしますちょっと時間がね本日はちょっと一個飛ばせて、はい、飛ばせていただきますいただきますなんかもう途中からこれ体わかんなくなってんだけどいや、わかるわよ何これ何これなんか猫バスクソむずくないっていうかさ、よくさ考えつくもん ね, ねもうこっから書きようがないです私これこのなんだろうこれだって普通さ猫がバスになるって思います？すごいよね普通思わないよねディズニーもそうだし、うん、このジブリもそうだけど、うん、あの発想力がねやっぱねいやすごいよね全然違うよね絶対思いつかんもん、うん、バスバスなんか途中から書けないなんか途中から今さまだ見ないようにしたんだちょっと一瞬さ見えてしまった途中から書けないなんかあのなんかから飛び出てる猫みたいな一瞬見えてしまったぞそうなんか飛び出てる猫、ね、なんかねなんで私こんな絵下手くそなんだろう猫バスあとさあとちょっとさあとちょっとそろ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 あと5秒5 4 3 2この私は諦めました時間もないのとこれ以上書けないっていうところで諦めました諦めたよこんな感じかなはいあ、猫バス書きます猫バスこれで、うん、いいのかな、うん、ちょっとにゃーって書いてごまかそう全然はい全然、はい、頑張りましたじゃあ猫バス書けましたまず光るからはいあ、うまいあ、すごいねめっちゃ描けてるめっちゃ描けてる頑張りました美術コース、ね、高校美術コースだったんで頑張りました、はい、じゃあもう美術コースも何も行ったことなくあの絵の才能が全くないはい姉が描きますなんかすごい気持ち悪いものになっちゃったんだけどもうさ、こっち側どうしたらいいか分かんなくなってちょっとあのこれ待って、これ言っていいのかな、これ、うん、何あの歯の度合いが、うん、あのゴールデンボンバーのキウイさんみたいなもうさ、歯がそう、もう何もどうしたらいいか分かんない猫バスになりましたね、これ半分何か分かんないよねいや、今、通りすがったあのお姉さん、すごい、うん、あのゴールデンボンバーの方にって言った瞬間、うん、めっちゃうなずいてくれて歯のねちょっと隙間が出てる感じねスキッパな感じがね、うん、そうこんな感じでひどいものが出来上がりました、はい、本当にひどいわこれでも本当にひどいなんか分かりやすいけどねでも猫バスを描きたかったのは分かるでしょうん分かる猫バス描きたかった人なのは分かるでしょでも体もう体ここどうしたらいいか分かんなくなっちゃったねいつも指3本なのに4本になるのなんでそっか
3だよね、3つだよね、3つ、3つだよね、多分4本あるのはミッキー。あ、そうだ、だってミッキーの時私5本手書いたから。なんで、なんで1本いつも多くなるの。そう、なんか多くなっちゃうのね、もうこんな感じで。もうね、はい、あのチャッチャみたいな音欲しいね、これね。確かに、ね、チャッチャみたいな。はい、あ、面白い。はい、ありがとうございました。じゃあね、ここで、本日の心理テストコーナーに行きたいと思います。はい、はい、心理テスト皆さんも一緒にやってみてください。はい、じゃあ、何がいいかな。ではでは、あ、じゃあこれちょっとね、はい、こんな感じに、まず、じゃあまず第1問目、はい、いきます。はい、仕事や遊びに行くときなど日常的につけるならあなたはどんなマスクを選びますか、うん、実際に今つけてるものと違っても構いません。はいはい、はい、じゃあいきます。1、はい、手作りのプリーツ布マスク、ほう、プリーツになってる布マスク、はいはいはい、2、一般的な不燃紙の紙マスク、はいはいはい、3、T シャツ素材の立体マスク、ほう、4、首まで覆うフェイスマスク、もうここも、覆っちゃうやつね。どれだろう。うん、決まった、決まりました。はい、普通のマスク、普通、一般的なやつね、はい、紙マスクね。私はね、手作りのプリーツ布マスクかな。なんかこの間すごいちょっと高いんだけど、うん、すごい好きな、うん、あのイラストレーターさんの描いた、はいはいはい、あのマスクで、へー、なんか女性の指でこうバツしてるやつだったかな、んかそんなようなのがあって、あ、可愛いね、すごい素敵で、なんかそういうのをしたいなって思ったりしたから。買ったの？まだ買ってない。あ、買ってないね。だからちょっとね、布の熱くないんですか？熱くなりにくい、一応そういう素材では作ってるみたいだけど。そう、じゃあこれはね、はい、何がわかるかと言いますと、はい、あなたが不安な時、うん、自分のそばにいてほしいのはどんな人かが見えてきます。はい、じゃあ一番の手作りのプリーツの布マスク、はい、はい、私が選んだやつですね。ありがとうございます。ありがとうございます。私が選んだやつを、はい、選んだ人はですね、そばにいてほしい人は感情を共有できる相手、ほう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 、繰り返し使える布マスクを選ぶあなたは集中力や忍耐力に優れ、他人に対する態度が常に変わらないタイプです、はいはいはい、そんなあなたが不安な時にいつもそばにいてほしいと感じるのは、一緒に泣いたり笑ったりできる感情を共有できる相手です。 あなたは他人を励まし元気づける、うん、ことが上手ですが、自分自身を鼓舞するのは少し苦手かもしれません、うん、はい、だからこそあなたを映す鏡のような存在として気持ちを伝えれば分かってもらえる誰かが必要なのでしょうっていうね、すごい当たってる。おー、そう、これ当たってます。当たってますね。当たってます。すごい分かる。いいですね。なんかその共有とか共感できるってね、うんうんうん、大事ですよね。大事大事。はい、じゃあヒカルが選んだ2番、はい、一般的な不燃紙の紙マスクを選んだ人は守ってあげたい相手、うん、気軽にいつでも取り替えられる紙マスクを選ぶあなたはさっぱりとしていて物事にはこだわらないタイプです、うん、そんなあなたが不安な時にいつもそばにいてほしいと感じる人は繊細でガラス細工のようにそっと守ってあげたい相手です。ほうほうほう。あなたは優しさと強さのバランスがとてもいいので、周囲の人から、一目置かれる存在かもしれません。だからこそ放っておけない存在を支えることで生きる意味や存在の確かさを見出せる誰かが必要なのでしょうっていうね。だからなんかそういう相手がいる、守らなきゃいけない相手がいるからこそ自分もこうなんかしっかりできるとか、そういう相手がいるからなんか逆に不安を抑えれるっていう感じなのかね。あ、でも当たってるかも、うんうん、なんかね、前にちょっとちょっとね、変な人に遭遇してしまった時に、うん、ちょっと不安がってるお嬢様がいたんですよ、うん、友達 で、うんうんうん、でその子結構怖がって、うん、ピーって、ね、泣いちゃったりするんで、うん、あ、わしはしっかりしなきゃ守ったるわって気持ちでいて大丈夫だったんですよ、うんうん、もうその子を守らなきゃって思って、うんうん、で帰り一人になった途端崩れましたね、怖くてそう、後でね、後で怖いんだよね、ああいう時ってね。多分姉さんも同じタイプなんでね、うんうん、多分なんか女の子とかいたらなんか守ったるわ、うん、ちょっとみたいなね、そんなあるんだけど、 そ, れ
そう、そうね、そうそう、なんかそうだよね、ね、なんかね、なんかね、後ですごい足震えてたりする、どうしよう、すごい怖いんで、なんかなっちゃうね、カチ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 気配り上手な相手、つ、はいはい、け心地がよくフィット感の高い立体マスクを選ぶあなたは周りには穏やかで平穏な気持ちで接するタイプ、そんなあなたが不安な時にいつもそばにいてほしいと感じるのは他人の立場を気遣うことができる気配り上手な相手です。あえて自分と似たタイプの人と一緒にいることで得られる安心感のようなものがあなたの平常心を保たせてくれるのかもしれません。だからこそ弱みを見せ合い甘えたい時に甘えられる誰かが必要なのでしょうっていうね。ほう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 、はい、いいですね、まあ、当たってたかな、まあ、でもどれもね、なんか当てはまるよね、当てはまるね、はい、じゃあ4番、首まで覆うフェイスマスクを選んだ人は、はい、見守ってくれる相手、うん、しっかり首まで覆うフェイスマスクを選んだあなたはブレない強さを持ち誰の助けも借りないタイプです。そんなあなたが不安な時いつもそばにいてほしいと感じるのは年上であなたが道を踏み外さないようにしっかりと見守ってくれる相手です、うん、あなたは何事においても協調性があり他の人ができないように忍耐力で物事をやり遂げようとするかもしれません、うんうん、だからこそ精神的にしっかりと支えてくれる強さを持った誰かが必要なのでしょうっていうね、なんかねどれも必要、どれもねあと時と場合によったりもするよね、そう時と場合って違う、そう今回のこの不安な時はこういう感じで来てほしいみたいなのあるもんね、アドバイスくれる友達とか、そうそうそうが欲しいとか、うん、静かに黙って話聞いてくれる人がいいとかね、そうもうあとはもう居抜いてほしいって、分かる、ゴールデンレトリバーとかなんかちょっと悲しいサモエド犬とかね、大きいワンちゃんね、横にこう座ってこうやっていてくれるだけでいいっていうとか、うん、だからさなんかその大きいワンちゃんを考えると、うん、あの猫バスじゃないけど、うん、大きい猫いてほしいの、わかる、確かにサモエド犬とかさ、ね、ゴールデンレトリバーぐらいのにゃんこがいてほしいなってすごい思う、うん、あれいないね、そういないでしょ、そういうやっぱ大きい猫ちゃん、あれなんだろうね、でちょっと大きい猫ちゃんだと、うん、あのもうさ砂漠とかにしかいない、 ああいうのになっちゃうんだよ、はい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 、そうでも飼えないじゃない、うん、なかなかこの間逃げ出して ねコロナ中どっか逃げ出して、ね、なかなか捕まらなかったけど、うん、そうやっと捕獲されたけど、なんか大きい猫ちゃん欲しいなって思う、確かになんか子猫とかも可愛いんだけど、私意外と大人になった猫の方が好きで、あなんかあの感情があって安心感あるというか、う、うん、でもなんかすごい突拍子もないアホなことしたりとかするじゃん、うん、それがなんかそう妙に可愛いからあ確かにそう大きい猫いても嬉しいよね、うん、そうなんか大きいねサモエド犬とかレトリバーぐらいの大きさの猫が欲しい、うん、なんかもうビューってギュってしても大丈夫な掴んでみたい確かにそうあいても可愛いかも、ね、ですね、うん、はい、じゃあそんな感じで心理テストコーナーでございました。ありがとうございます。ではではあっという間にお別れのお時間なんでございますけれども、はい、ちょっとここで私から告知をさせてもらいたいと思います。ってね、10月29日、はい、あフライヤー出ますかね、あ出していただきました、今年もねハロウィンライブ行います。でもね、はい、あのライブハウスではちょっとできないのでまたスタジオでオンラインライブということで生配信ライブさせていただきます。でまたあのアコーディオンの海老沢直樹さんと私でちょっとね、はいはいはい、オケあり、アコーディオンの生演奏ありの、配信ライブになります。10月29日、木曜日、20時スタートです。で私の、YouTube チャンネルのまどかナインミューズトラップから生配信またいたしますので、ぜひぜひ皆さんまたねあの見て、もうあの自分たちはねこうあれだけど、うん、見えないけど一緒に仮装して楽しみましょう。いい ね今ちょっとセットリストと仮装をね、はいはいはい、何しようかちょっと今考え中でいくつか候補はあるんですけど、結構ね楽しみだな。結構やってるからねだんだんちょっとなんか今年流行りのでもいいし、そうだね、なんかまた別のでもね、そうそう別のでもいいかなとか思っていますので、はい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 、ぜひ皆さんあの見ていただけたらと思います。また詳細は、はい、あの SNS、Twitter、インスタなどでお知らせしていくのでぜひチェックしてください、はい、よろしくお願いします。はい、でヒカルはねザ・ W 今真っ最中、はい、頑張ります。練習真っ最中なので2回戦突破して、はい、2回戦
3回戦も頑張って突破して、はい、決勝戦のテレビに出られるようにまず頑張ります、はい、頑張ります、まあ、優勝を目指しますが頑張りましょう、はい、頑張ります、はい、ではでは皆さん来週も今月ね、はい、もう一周あるよね、はい、来週もぜひ見てください、はい、ではまどかとひかるの姉妹でチャティータイムでした。ありがとうございます。バイバーイ。ありがとう。バイ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 。